欧州会計監査院は、1975年に調印された予算制度の変更に関する条約によって設立が決定され、1977年に独立した権限を与えられて発足した欧州連合の監査機関である。1993年発行のマーストリヒト条約により、EU の他の機関と同等の地位が与えられており、 その後のアムステルダム条約やニース条約で権限が拡張されている。欧州会計監査員の根拠は、ローマ条約第246条から第248条に定められ EU 内において初期間が適法かつ公正に歳入、歳出を実施しているか確認することが使命となっている。なお欧州会計監査員はルクセンブルク市に置かれている。 加盟各国は欧州会計監査員に1名ずつ委員を出すことになっており、委員は能力や適性、独立性を考慮され欧州議会の諮問を経た後、欧州連合理事会の任命を受けて6年間の任期に当たる。また委員は5000で1名を任期3年、再選可能な委員長を選任する。2008年1月16日から、 ポルトガル出身のピトールマヌエル・ダ・シルバ・カルデイラが委員長を務めている。委員は特定分野の報告書や見解を作成するにあたって小委員会を設置することができる。事務部門の最高責任者は事務総長であり職員の中から能力の優れた者が任命される。欧州会計監査員の職員はおよそ760人で特定の分野ごとに査察団を構成している。 査察団の検査は EU 諸機関、加盟国 EU の支援を受けている国において監査の職務に当たっている。だが欧州会計監査員自体には強制的な措置の実施を行う権限は付与されていない。違反を発見した際には他の EU 機関に通報し、その上で対処が実行されることになっている。欧州会計監査員の主たる業務は 共同体の予算についての年間報告書を提出することである。この報告書は通常、翌年度の11月30日に作成 EU の官報に期間ごとの見解を付して公表される。この報告書の策定にあたって EU 各機関は欧州会計監査員の業務に協力する義務を負う。またこの報告書は欧州議会における予算審議において 判断の材料として用いられる。また欧州会計検査院は予算の執行状況や運営に問題がないと判断した時には執行された予算は適切に使われたことを保証する表明文書を提出する。欧州会計監査院は1998年から1999年にかけ広範な分野にわたって監査に当たった結果、 欧州委員会が適法かつ公正な職務執行を行っていないという結論を明らかにした。この発表を受けて、サンテール委員会はその内容については事実と認めず、反論したものの、翌日には、総辞職を決断した。1990年代初頭以降、適法かつ公正ということに関して、欧州会計監査員は、多くの監査報告において否定的な見解を示す。 ことが増えた。欧州会計監査員と欧州委員会の欧州不正対策局は必ずしもその職務が一致するものではない。確かに両者とも協力関係にはあるが、欧州会計監査員がある程度の不正を発見したところで、監査報告をまとめるまでしか権限が与えられていないのに対して、オルフは不正に関して徹底的な調査を行うことができる。ありがとうございます。